足の匂いに効く自然療法。足の匂いの原因には、心筋、靴が合っていなかったり、汗のかきすぎ、ストレスや精神的不安定、代謝異常やホルモンの病気、不健康な食事などが挙げられます。ここでは、ナチュラルで、経済的で、手軽にできる療法をご紹介します。特に足の匂いがきつい場合は、自然療法と並行して、医師や皮膚科医にかかることをお勧めします。薬の中には、副作用として発汗量を増やしたり、匂いをきつくしてしまうものもありますが、これは薬の摂取をやめれば収まる一時的なものです。足のクレイマスク。クレイマスクは、美容効果と炎症を楽にする効果があり、また、足の匂いにも効果を発揮します。赤土か緑土を使うのが良いでしょう。ぬるま湯と混ぜ、油っぽいペースト状にしたものを足に塗って、20分ほど置いておきます。その後、ぬるま湯で洗い流すのですが、土には肌を少々乾燥させてしまう性質があるので、流した後にアーモンドオイル型もつ質クリームで保湿しておきましょう。このクレイマスクを以下の療法と合わせて、週に1度か2度行いましょう。エッセンシャルオイル。エッセンシャルオイルは、足の匂いに対してとても効き目があって、香りも心地よいものです。このエッセンシャルオイル数しずくと、ベジタブル、オリーブ、ごま、アーモンドやひまわりを基本にしたオイルを混ぜ合わせるだけです。また、手持ちの保湿クリームと混ぜても良いでしょう。ティーツリーエッセンシャルオイルは、足の匂いの原因であるバクテリアを取り除くのに効果があります。このオイルと、臭汗作用のあるレモンオイルを混ぜても良いでしょう。また、浄化作用とリラックス効果があるラベンダーオイルでも OK です。裸足で歩きましょう。砂の上、ビーチ、芝生や湿り気のある大地や川の中など、大自然を裸足で堪能してみましょう。裸足で歩くと発汗して、その汗と共に悪いものが外へ排出される解毒効果となって、体内循環が向上します。これを朝か夕暮れ時に30分ほど行ってください。その後、足はきれいに洗いましょう。これを続けていくと、足の匂いの変化はもちろん、体の健康にもとても良いでしょう。吹っ飛ばす。心地よいぬるま湯で行う吹っ飛ばすは、手軽にできる古代療法と言えます。湯船に主酸化ナトリウムを加えます。血液をアルカリ性にし、足裏の酸性と毒素を取り除けます。また、足の汗の予防効果とリラックス効果のある大きなクリスタルシーソルトを加えることもできます。スプーン2杯分を心地よい温度の湯船に入れるだけです。最低でも30分間足をつけますが、
その間に体温が下がってきたと感じたら、温かいお湯を足してください。このフットバスを毎日就寝前に行うのですが、他の療法と変わる変わる行っても大丈夫です。ヨーカホウさんを靴の中へ入れてみましょう。足の匂いの予防に、靴の中に粉末のヨーカホウさんを少し入れてみてください。これは、心筋の増殖を防ぐ効果と汗の防止効果があります。片足に対して1つまみほどで十分です。くれぐれも子供やペットに触れないように気をつけましょう。また、両物どもに触った後は手を洗ってください。その他のアドバイス。次のアドバイスは、足の匂いを防ぐのに役立つはずです。風通しの良い靴を選びましょう。特に夏場やエクササイズを行う時です。合成繊維を含んだ靴下よりも綿などの自然な素材の靴下を選びましょう。最低でも1日にグラス6杯分の水を飲みましょう。素材を生かしたバランスの良い食事を心がけましょう。果物、野菜、ジュースやもやしなど。靴の使用後は、風通しの良いところに保管します。1日使った靴は、数日使わずに置いておくと良いでしょう。